日本中国地方山陽地方岡山県倉敷市、水島福田福田町1、連イ院2、浦田駅3、古城地トンネル4、倉敷古城地高校5、ライフパーク倉敷科学センター6、小築梅交差点福田町は岡山県倉敷市水島にある地域である福田の中部から北部を占めるかつての小島郡福田村であり競技での 福田とされる地域である。現在も大技の一部に福田町を冠している地域であり、他の旧福田町であった地域のほとんどは大技に福田町を冠していない。大技の福田町の名は略している。福田地域の北部に位置する。古くは小島郡、浦田村と称し、黒山を中央にして南北に、上浦田下浦田に分かれていたが、 当地はその下浦田にあたる。南北を山に挟まれた東西に長い地区で、中部から東部にかけては谷間の地形となっており、集落、人口は西部に偏っている。浦田はかつて海に面していたが、上浦田は遠方年間の干拓で陸続きとなったものの、下浦田西部は東高橋川の川口部となり、江戸中期までは海に面していた。 対岸の貫島の高長沖が干拓されると、内陸化し、東高橋川東岸地区となった。現名元年の清田八幡神社の上吹き最高胸札に、浦田村の名がある。江戸時代はほぼ一貫して、備前岡山領に属し、紀尾温湖広区では、小島郡浦田村として、岡山京橋まで回路15里、陸路6里6丁、田畑24丁9端。 家屋75軒、人口501人、池17箇所、船3層の記録がある。商法号町では、国高は317国余りで、枝村として、黒井村とある。備中市には、上皇元年より8から9年前に四十世村から、酒津川に塩城と手を築き、裏田へ席をつけたという記録がある。漢文四年、備前備中五日田町に、 浦田神殿359国余りとある。また、同年の権上書によると、当地の特産として、富士と乗りと記載されている。札陽録には、法営4年に、福田村民と野山の扱いで、大原化し、三層論が勃発したこと、享法元年には、大川漁郎で都政していた四家村とともに、人数増加のために、 福田神殿開拓願いを出したこと、原文年には、木月出しについて、吉岡村と総論となったこと、文政8年頃に栗綿問屋のギエモンが、活躍していたことなどが記されている。備え置きには、教法6年に、田畑24丁単余り、焼かず75件、人口501人、池17箇所、平田船1艘の記録がある。また、 年分か年間の岡山半寮手鏡には、国高257国余り、地下高509国余りで、80国余りが蔵入りで、残りは天木池田の IQ であったとされている。またた16町八端余り、畑7町余り、池17箇所、ト二29箇所、井戸10箇所、橋7箇所、鳩14箇所、や数114件、人口598人。 寺一賃、小引き四軒、桶屋三軒、大工二軒、漁師二軒、牛六十頭、五丹歩一層、大船一層、漁船三層、小江船二層とある。枝村として、浦増村、黒井村、黒田神殿村、八軒屋村が記されている。浦増は田畑六町七丹、屋数三十二軒、人口四十八人。黒田神殿は、 御朱印口の外として国高80国余り、焼かず7人間人口47人。撮影録によると、上京3年に、浦田神殿を浦駅村、黒井神殿を黒井村と称するようになったとある。さらには、天保11年の戦数線上高柿付には6丹母、4丹母、2丹母、各一層が見える。 明治8年に枝村であった小島郡黒井村と八軒屋村は単独村となり、残りは同郡浦田村となった。明治11年4月、小島郡浦田、福田、古新殿が合併し、福田村を新設し、同22年6月1日の村政志向を経て、同37年4月に福田、福田新殿、予備松の三村が合併し、福田村となる。 昭和5年8月に、上浦田を分割し、倉敷市へ活場した。現在の足高地域にある浦田がそれである。現在、生端部を南北に、岡山県道274号福太郎松線の、新道、旧道が、南北に通過しており、その周辺は郊外型の市街として発展し、浦松団地や、家電団地、雇用促進団地など、 宅地も多く造成されている。また、県道と同じく、水島臨海鉄道も南北に通っており、浦田駅がある。一方、山間である東部は市街化はされていない。史跡として、備え王国史に、校長年中の創建と記される古札である高野さん、新温州言衆連元院がある。福田の東部山より、浦田の南側に位置し、明治初期まで、 小島郡福田村と言った。江戸時代の元禄、宝永の頃までは、畜西部が、水島灘に面した、反応反魚の村で、天切池だけの所領であった。キびヨ子広区には、小島郡福田村、海辺、山より岡山京橋まで海路15里、陸路6里、田畑39町5端、家屋71軒、男女483人との記載がある。元年。 清田八幡神社の上吹き最高名札に、福田村の名が見える。昭法郷町では、国高292国余りと記録されている。備え置きによれば、享保6年の、蔵入り並び地行、高村文町では、天切池田寮とあり、田畑29町5貫余り、池1カ所、焼かず71軒、人口483人。また、文化年間の、 岡山半寮手鏡によろうと国高292国、余り、田19町3端余り、畑9町6端余り、池10カ所、ト井13カ所、井戸12カ所、橋4カ所、屋数163件、人口926人、寺院に鎮、大工、桶屋各4件、荒野2件、張物市1件とある。上京3年には、池田門戸の鉄砲と目場であったが、 元六元年に五面となっている。宝永四年には、北隣の浦田村と、下草刈り場を巡り山論が起き、翌年に、福田分の山宗が三十三町余りとされた。さらには元六四年と、天保十一年に東にある粒江村とも山論が起こったことが、撮影録に記されている。享保九年、沖合を干拓し、二百二十三町部の神殿を開発。 福田沖に行った村として、枝村とした。これにより、福田村は内陸化し、以降は完全に農村となった。明治11年、福田、浦田、古神殿の三村が合併し、福田村を新設。同22年の村政志向を経て、37年に、福田、福田神殿、予備松と合併し、福田村を新設した。 水島の市街化に伴い当地も、水島管内の多地区と同様に宅地などが急速に、増えたが、多地区に比べると市街化の進展具合は遅く、農地や産地も多くある。古城地トンネルで、倉敷中心市街地と、市道古城地線で連絡している。福田地域の中東部に位置し、南北に広い平地からなる。明治初期の小島郡小日田村に相当する。 近世における、干拓平野であり、干拓寺の旧堤防上を、岡山県道274号福太郎松線が、通る。この辺りは、江戸中期まで、前述の福田村沖の水島灘の奥まった、入江城になっていた。中世後期から、木々の穴海西部のあちの海が、徐々に干拓されて入り口化してくと、高橋川の流路も南へ伸び、河口の南下。 福田村沖の入り江は、東高橋川の川口部に近くなり、集積作用により、徐々に、干潟が広がるようになっていった。聖徳六年、小島西部五合村が、東高橋川の流砂のために、磯漁が困難になったとして、小島軍林村の黒米が、深海願いを領主に提出した。教法二年から九年の間に、備前岡山藩が、干拓事業を行ったが、 岡山藩の許可を得て、直ちに築堤工事が開始されたが、翌年に、上流18河村より、悪水吐き故障を理由に反対が出て、中断となっている。後に、村方より出訴し、同8年に、水吐き故障の村々へ熟断し、解決、9年に完成し233丁部の、神殿が開発され、同10年に、 堤防の完成を江戸表に届け出ていることが池田家履歴略記に記されている。神殿は小島郡福田沖に田村と名付けられ、福田村の枝村となり、幕末まで岡山領分となる。後に独立村となり、福田に田村と改称する。開栄5年、当地の沖合を干拓し、955丁部の大規模神殿が完成すると、福田神殿の名を譲り、 福田湖日田村に再解消する。キビオン湖広くには、1317国2と3章の、国高が記録されている。完成12年、撮養録に、用水不足のため、浦田村内に、用地の築造を願い出たとある。文化年課の、岡山半領手鏡には、国高1335国余り、田95兆9単余り、畑62兆8単余り、 土井37箇所、屋数210件、人口1126人、牛98頭、漁師2人、大工3件、荒野、桶屋各2件、船6層、4端歩1層、3端歩3層、2端歩1層、漁船10層、小江船5層とある。明治になる頃には小日田村と称するようになっていた。明治11年、古神殿、福田。 村田の三村が合併し、福田村を新設。同22年の村制を施行する、同村内の大技として福田古神殿と解消、当地のあざ小区梅に、役場が置かれた。同37年に、福田、福田神殿、予備松と合併し、福田村を新設。以前と同じ当地のあざ小区梅に、役場が置かれた。現在は、役場、師匠はなく大技は、 福田町古神殿としている。水島工業地帯の造成と水島中心部の市街化の影響で宅地化が急速に進行し、県道274号線や市道古城地線などを中心に幹線道路沿いも整備され、沿線はロードサイド店舗も多く立地しているが、一方農地も多く、米栽培なども行われている。 アザ小畜街付近から東塚にかけての地区は、現在においても、福田地域の中枢的な場所である。南端部には、倉敷市営水島緑地福田公園や、ライフパーク、倉敷など、文化施設がある。全域が、第二福田小学校区。全域が、福田中学校区。ありがとうございます。